アジのなめろうとポテトフライですか。はい。普通の、はい、あの、トリュフ塩でお願いします。全然普通じゃないですよ。トリュフはライブ。トリュフはライブ、原則的です。あ、そうなんですね。じゃあ、乾杯をしたいと思いますので、武藤さん、お願いします。はい、今日は、雨の中。大雨。はい、大雨の中、ありがとうございます。それでは行きます。乾杯！乾杯！よろしくお願いします。はい、久々のイベントです、私。いやいや。もう、あれさ、普段からお酒はもう飲んでるんですか？ちょこちょこ。ちょいちょい。ちょいちょいですか？はい、飲んでます。はい。まあね、本当に。お忙しくて。なんか、なんなんですか、佐藤さんになんかいろいろ言われてるんですか。この休んだ期間の回収がすごいじゃないですか。すごいですよね。本当に、私本当に、はい、アリさんの引退ロードのサブというか、はい、いや、本戦の、はい、まあ、伏線というか何ですか、本戦の伏線が回収されちゃうんで。飽き飽きじゃないですけども、ちょっと大妻みたいな感じで。ではい。いや、なんか、いろいろあって、本当に。いやー、まあね、その、はい、そうか、妊娠があったりとか、怪我があったりとか、そういうのもいろいろあって、はい、大変ですよね、本当に。そう。やっぱり、そのね、藤本選手を。ほっとかないプロレス界。やっぱ気づいたら中心にいちゃうっていう、これもやっぱ定めですよ。いやいやいや。本当に。両立はちゃんとできてますか？あ、でもできてます、意外と。あ、そうですか。はい。ストレスなく。ストレスないですね。多分ですけど、ちょっと初めての子だから、ちょっと、比べる対象がないので、わかんないんですけど。ああ、はい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 。多分、育てやすいっていう。育てやすい。そうですよね。まあでももう、モテモテですから。あちこちから。モテですかね。あちこちから。はい。大変でございます。復帰、限定復帰しますっていう会見が4月。4月の。10日ぐらいですかね。まあそのこのぐらいですよね。だと思います。そっからまあ、まあまだ2ヶ月経ってないですけど。うわーってこう。はい。なんかもう全力、全力そうですよね。まあもちろんあのね、リング戦も出る予定もなかったですし。全くなかったです。はい。はい、国旗旅行中にリオさんが電話来て、はい、なんか、カホがこういう理由で、出てくれって言われて、はい、まず速攻お断りしたんですよ。おー、そうなんですね。はい。はい、や、無理です。はい。だっておかしいですもんって。はい。私優勝したら返上しないけどいいんですかみたいな。なんでだったら違う若手まだいるから、はい、そっちにしてって言って、8回断ったんですよ。え何回も来て、はい、で断ったんだけど、また LINE 来て、はい、いやすいませんっていうのもずーっとその繰り返しで、はい、でももうなんか決定事項みたいな。えぇってなって。はい、それ8回も相当やり取りしてますね。はい。いや、絶対私じゃない方がいいですよって言って。うん。私優勝しちゃうし。はい、私優勝しちゃうし。私優勝しちゃうし、はい、また途中で抜けちゃうし。はい。しかも限定ってね、言ってる、期限を言ってるのに、はい、なんかそういうこう、これからの、はい、なんというか、リーグ戦っていう中でね、はい、なんかちょっと違うなと思って。まあまあ確かに、まあそうですね。でもまあ、はい、ファンからすると、まあ出てくれてありがたいなっていうのもありますし。そうですか。ああ、はい。出るって決まってからは、なんかもう気持ちを切り替えられて、あ、その、カホとやりとりをしてて、はい、なんかカホが、スッカさんが出てくれるのがすごい嬉しいですって言ってくれたその言葉で、はい、なんか急にやる気になりました。やる気スイッチがわからないですね。はい。もうやってやろうと。うん、はい。ああ。で、そこで、そのリーグ戦出たと思ったら今度、ね、スターダムも行って。はい。はい。そうですね。復帰、2戦目で行きました。そうですよね。うん。あれ ?2 月27、4月27ですね。はい。4月27、はい、うん、そうですね。禁断の、何があったんですか前日に佐藤社長から言われて、はあ、え、前日にスターダム行くよって言われたの、はい、行ってって言われて、なんかみんな唐突だな、はい、ありがとうございます、いただきます、やったー、美味しそう、唐突だな、前日ですよ、それってなんですか、心の準備できてないじゃないですか、えって感じですよね、はい、えですよ、私も、
え、しかも、ライブなんかで来るんですか？はい。カモの、イベント、エイドイベント、普通に出ようと思ってたんで。はい。え、行くのみたいな。はい。アリサに連絡して、はい、私行くんだけど、アリサも来てよ、寂しいよって言ったら、嫌だって言われた。そこを対応するのもすごいっすね。そんな、スケジュールがって決まるもんなんですね。だからもしかしたら、こう、上層部ではね、そういう話が、あるかもしれないですけど。なんかね、いろいろ、なんかこう、タイミングもいいんだよな。そうですよね。なんか、なんかね、はい、何か、このやるタイミングには。はい。なんででしょうね。いや、新しいお団体もできて。確かに。なんかね、こう、禁断の扉がこう、はい、あやってもいいのかなみたいな空気というか。はい、なんか、記者会見を結構大々的にさせてもらったので、はい、なんか、それで、多分、こう、これあそうなんだみたいな。これあるんじゃねえかって。あったんじゃないですかね。はあ、そうですか。うん。でも、どうでしたスターダムのリング。まあ、堂々としてらっしゃって、本当に。あのマイクも。いました？いや、僕はいなかったんですけど、見てて、あ、すげえなと思って。緊張とか全然なかったですね。なんか、ああいう、まあ本当に、僕が言うのもおこがましいですけど、はい、ああいうところを全部持っていくの昔からむちゃくちゃうまいですよ。なんかもう全部をもう、藤本司に変えるのうまくないですか？何にもない、それまでが思い出せないぐらいの、もう本当プロレスの天才みたいな、嬉しい。っていう印象はありますよね、皆さんもね。あ、本当にそうですよね。なんか、なんだろう、この持っていき方みたいな。それで、それ終わって退場したら、はい、迷子になってたんですよ、私。え？初武道館の会場、全然違くって、裏の入り口とか。はいはいはい。どこに、私は。やだな、それ。本当乱入した人みたいになっちゃってるじゃん。携帯も持ってないから、誰も、はい、連絡なくて、なんか変な廊下に、階段に、到達して、上行っても誰もいないし、下行っても誰もいないし、どうしようどうしようってなったら、なんか声が聞こえて、なんかやっと、そこで助けてもらって、はい、助けてもらってスタッフさん、なんか誰かがいて。出口どこですかと。はい、一番間抜けな、乱入の仕方ですよね、これ。はい、歴代の中でも。へ、はい、これでね、でも、タッグマッチをやられて、はい。はい、ありましたよ。どうでしたか？タッグマッチ。なんかこれもまた波紋生んでるじゃないですか。なんでですか？普通にこうね、なんか今日私昨日、はい、うちの娘が熱出て、はい、もう本当ずっと携帯見てなかったんですよ。はい、ね、今日見たらなんか前めっちゃ書かれてると思って。岩谷選手からはいはいはい、はい、結構ね。はい、自分のことしか考えてない。急にも笑いましたけどね、急にボロッと言われてて。はい、ずっと向こうも発信してなかったから、はい、なんかもうなんていうか、もう対戦したくないのかなって思ってて。はい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 、はい。だからなんか IWGP とかももうないのかなと思ったんですよ。だけど、あ、なんだまだ、なんかあるんだと思って。人は良さそうだけど。自分のことしか考えてなくて誰もついてきてねえじゃねえかっていうことを言われる。こんなひどいこと悲しい。でも逆に言うとそこしか突っ込みどころがないんですよ、多分。攻めるところが、牙城が、藤本さんに対して。はい。はい、悲しいです。だからやっぱ一個こう、ついてかないとっていうのがあると思うんで。はい、試合、初めてこう、はい、スターダムのリングで。はい。ベスフレとやったじゃないですか。はい、でも正直なんか、いつも通りだったんですよ、ベスフレは。はいはい、なんかもうなんか、うちの相方、はい、中島有沙なんて多分、まだまだだったと思うし。ああ、やり足りないじゃないですか。うん、だからなんか、本当にいつも通りのリングを、ただただ違うところでやった、はい、だけだったんで、うん、なんか、ね、シュープロの記事にも、インタビューにも書いたんですけど、はい、本当になんかこう、反動行くだけでも、やっぱ、流派が違うだけで、全然違うの、タイミングも間とかも全然違う。面白いですね。そこが面白いですよね、プロレスってね。はい、うん、動き方とか、
なんか、なんだろう、ロックアップからとか、全部違うから、なんかそれで向こうが戸惑ったのかなと思って、そこでこうリズムが崩れて、だって岩谷真由がハナンにアタックしたんですよ。わかりました?私それで、なんでだろう、テンパってんだなと思って、なんか多分そういうので自分たちのリズムを自分、なんか崩しちゃって自分たちで崩しちゃったんですね。はい。だからなんかそういう場をずっと経験してきたので、戦場の先輩たちとやったり、ネオの先輩たちとやったり、男子とも試合したりとか、なんかそういう経験はずっとアリさんも私もしてたので、なんか違う流派の人たちと初めて試合したとしても、動じない、っていうのが多分あの結果だったのかなと思いました。ハナン選手はどうでした?戦って。でかかったです。あ、でかいですか?あ、はい、はいはいはい。びっくりしました。ああ、そうっすか、うん、こんなでかいんだと。はい。私、正直最後、担いでやろうかなと思ったんですけど、はい、でかい選手ってなかなかやっぱ担げないので、はいはいはい。ちっちゃいし。はい。だからなんか、サイクロンしようかなと思ったけど、やめました。はい、もうこれは無理だと。なんか、ちょっと違うかなと思って。ああ、もう諦めて。はい。へえ、そっか、でもやっぱ、そんな体でかく見えるのか。はい。イブと同じキャリア、ね、はい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 、うん。キャリア的にはそうですね。はい、ああこれタイトルマッチはどうなっていくんですかこの。いや、私も、これって正直、はい、アイスとスターダムだけでは決められない、はい、そのベルトの管理場所が、スターダムでもないんですよね。ああ、うん。そっか。はい。新日になるんですか?そうなんですよ。ああ。いろんな大人いるなぁ。そこを通さないといけなくて。ああ。じゃあどこでやるかとか。どこでやるか大事ですね。いつやるかとか、なんか多分そういうのがあるんじゃないですか。結構海外とか多いですもんね。あの IWGP 戦って。なんか私が、じゃあ条件として、次やるときは、うちで対、うちで対戦してよみたいな、なんか言ったじゃないですか。はい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 。なんかあれが、あの一言が、IWGP をうちでやれって言ったように捉えられてて。ああ、あるあるですね。ちゃんと文章読んでほしいんですけど、私、はい、IWGP の防衛戦をうちでやれなんて一言も言ってないんですよ、はい。だけど、やっぱそういうふうに捉えられてて、なんか舐めてんじゃねえよとか、すごい書かれたんですけど。誰が書くんだろうな、そういうの。やっぱスターダムファンなんですかね。めちゃめちゃ怖いんですけど。新日ファンですか、やっぱ。スターダムはめちゃめちゃ怖い。まあ、一回うちに上がってもらって、はい、まあ、例えば前哨戦なりとか、そうですよね。とかでもかなとか、はい、なんかちょっと、ね、せっかくだったら。だから次は、だから私が最初言ったんだから次こっち来なさいよってことですじゃないですか。はい、っていう意味でもいいかなと思って言ったんですけど、はい、どんどん、でしょって、多分今、IWGP をアイスリボンでやっていいのか、問題になっちゃった。なんていうか、その話し合いをしてるのかも、3団体が。団体が。だから、岩谷真由が藤本つかせ返答しろって書いてあるけど、はい、私が決めていいんですかって話なんですよ。ああ。だから、そこはちょっと違う。いいんですか、アイスリボンでやって。じゃあ、いついつでお願いします。オファーしていいんですか、そうですよね。はい、ここまで言うんだったら。はい、からなんかあのコメントもちょっとよく分かってないなって思いました。いろんな大人が絡んでるのに。はい、あとは、順番にツーショット撮影していただいて、はい、お会計という形になります。はい、で、物販買われる方は、藤本さんにぜひお声掛けしていただけたらなと思いますので、はい、そんな感じで一部これで終了となりますので、はい、お客様藤本さん、今日はありがとうございました。